八田巻は、甲斐の国駒郡の巻。現在の山梨県南アルプス四条八田付近に所在。なお、本項では、八田巻の後ろ身として成立したと考えられている、荘園である八田荘についても記述する。高尾の保険新社所在する南アルプス四条八田は、甲府盆地西部に位置し、釜無川、御台川線上地上に立地する。一帯は、古くから水害が及んだ地域で開発は遅れ、八田の地名は、開墾地を意味する、墾田に由来すると考えられている。古代の律令制下では、駒郡に比定され、近在には、平安時代の集落遺跡である、都土遺跡があり、馬牛の動物遺体が出土していることも注目される。甲斐の国では、古代に縁起式に記される甲斐の珊瑚木が設置され、朝廷に工務を行っていた。八田巻は、資料上は、見巻と記されているが、朝廷に工務を行う公的な御木ではなかったと考えられている。平安時代後期から鎌倉時代には、甲府盆地各地で、荘園、巻が立葬されるが、八田巻に関する唯一の資料は、南アルプス市高尾の保険新社に伝来する、天福元年のご招待の銘文で、甲斐の国八田御木北高尾と記されている。高尾は、保険新社が所在する高尾の地を指すと考えられており、八田巻は、櫛形山東北麓にあたる釜無川右岸地域に存在したと考えられている。俗日本語記、上和2年4月2日条によれば、この年に、桓武天皇の皇子桂原親王は、駒郡馬庄屋の空間地500町を、甲斐駒郡の五直志川扇状地に求め、八田巻はこの後ろ身であると考えられている。バイヤの地について、江戸時代後期に成立した甲斐の国市では、現在の南アルプス市の駒場、有野の地名を、巻の異名としているが、バイヤの地を北駒郡に求める説もある。八田巻の在地領主については、吾妻鏡治承4年8月25日条に、駿河へ向かう会、源氏の安田義貞の軍勢の中に見られる、工藤景光、幸光親子の存在が注目される。甲斐、工藤氏が甲斐において領していた地は不詳であるが、国史では、蘇我物語を根拠に、甲斐、工藤氏が足宗、奈良田を領していたとする伝承を紹介しており、甲斐、工藤氏の支配が、八田巻まで及んでいた可能性が考えられている。郷鎮守の諏訪神社八田木の後ろ身として、南アルプス市矢後島付近に立葬された八田荘がある。省域は北部を甘利荘に、南部を小笠原荘に接する。八田荘は石像西の上国名に見られるのを唯一の所見とする。石像西の上国名これは戦国期の天文13年に矢後島村によって建立された板碑で、甲斐、列島規模で荘園が解体し郷村が成立した戦国期においても、郷村住民が自らの村がかつての荘園の省域に包括されていた意識を示す事例として注目されている。八田荘の中核地域とされる南アルプス四条八田には、郷鎮守である諏訪神社が鎮座する。近世には上八田、矢後島、徳永の3カ村の鎮守となり、共同で執行される祭礼が行われていたと考えられている。秋山、P165 秋山、P165 秋山、P164 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 秋山、ピアニッシモ、165から167平山、P332 平山、P346 平山、P346。ありがとうございます。